コーネリアス・バンダービルトコーネリアス・バンダービルトは、アメリカの海運業と鉄道業で財を成した、実業家、事前家、代償としても知られる、バンダービルト家の課長であり、アメリカ史上最も裕福な人物の一人であり、バンダービルト大学は彼の寄贈によるものである、一層のボートによる海運業から身を起こし、蒸気船で事業を拡大、米英戦争では政府の御用承認となった。 その後、鉄道事業に進出し、ニューヨークセントラル鉄道やニッケルプレート鉄道を支配下に置き、鉄道をと呼ばれた、アメリカ合衆国の鉄道史を語る上で欠かせない人物である。彼の祖祖父であるヤン・エトソンは、オランダ・ユトレヒト州のデビルト村の農夫だった。1650年、ニューヨークに移住した。その時、オランダ語のオブザという意味のバンデアを、 出身の村の名前であるビルトの前につけたバンデアビルトからバンダービルトを名乗るようになった。農家の出身で9人兄弟の4人目としてニューヨークのスタテンアイランドのポートリッチモンドでコーネリアス・バンダービルトとフィービー・ハンドの間に生まれた。11歳で学業を離れ、少年の頃にニューヨーク港で父のフェリーで働き始めた。16歳で自身のフェリー業を始めることを決意。 積み荷用の2本の小さな船を購入するため母親から100ドル借りたとされている。しかし1853年に出版された彼の人生について書かれた最初の著作物であるサイエンティフィック・アメリカンによるとその船は父との共同所有であり利益は切半であった。積み荷途上客のためのスタテンアイランドとマンハッタンの間を航行するフェリー業を開始。年。 12月19日、彼のおばのエリザベス・ハンド・ジョンソンの娘で10枚である、隣人のソフィア・ジョンソンと結婚した、マンハッタンのブロード・ストリートの下宿に入居、最終的に13人の子供を授かったが、うち1人は、幼少時に亡くなった、9から27、フェリー業稼働中、義理の兄弟のジョン・デ・フォレストからスクーナー、シャーロットを購入し父などの協力を得て、食物や、 商品の取引に使用。しかし1817年11月24日、フェリー業者のトーマス・ギボンズは、ニュージャージー州とニューヨーク州の間を航行する蒸気船の船長になることを要請。もともとの業務を続けつつ、ギボンズとの仕事も兼任することとなった3135。新しいポジションに就いた時、ギボンズはニューヨークの水上で、ニューヨーク州議会によって、 政治的に影響力のある上流階級者ロバート・リビングストンと蒸気船設計者ロバート・フルトンに認可された船売品について揉めていた。バンダービルトがギボンズとの業務に就いた時にはリビングストンもフルトンもすでに亡くなっていたが船売権はリビングストンの相続人でありニューヨークとニュージャージーの間のフェリー業を行っていたアーロン・オグデンは保持していた。ギボンズはオグデンと 個人的に異かいがあり、彼を破産に追い込むために、蒸気船での冒険的商業にかけた。これを遂行するため値下げをし、後に、ギボンズ対オフレンケースとして、1000倍を覆す、合衆国最高裁判所の画期的決議となった37-48。ギボンズとの業務から大きく複雑なビジネスの動かし方を学んでいった。ギボンズの高校生ニューヨークとフィラデルフィアの途中の、 ニュージャージー州ニューブランズウィックに転居し、妻ソフィアは食事、洋服、子供たちへの教育を提供する、宿屋業で成功。バンダービルトはギボンズの代理で弁護士に会うことが多かったことから、すぐに法律にも詳しくなっていった。最高裁判所への主張に備え、法律家のダニエル・ウェブスターを雇うために、ワシントン DC へ行った。 最高裁判所で、ギボンズ対オフデン以降の訴訟として、専売権に反対する主張をした。裁判所は、バンダービルトの主張を聞かなかった。なぜなら1824年3月2日、ギボンズに有利にリュール付けられ、集裁通称を妨げる効力はないとしたためである。このケースは、未だ重要な判例となる判決として、実行されている4767。 1826年のトーマス・ギボンズの死後、1829年までギボンズの息子ウィリアムと共に働いていた。これまで自身の事業は片手間であったが、この頃から本格的に稼働するようになった。ニューヨークと他の地域への間の路線拡大を行っていった。まずはニュージャージーへのギボンズのフェリーを引き継ぎ、ロングアイランド湾西へ移行した。1831年。 兄弟のジェイコブよりハドソン側、下流、ニューヨーク州、ピークスキルへの路線を引き継いだ。当時、引き抜きを直訴していた、蒸気船掃除し、ダニエルドリューと敵対していた。しかし、ここで強く印象に残り、この後30年間秘密裏に、パートナーとなり、お互い競合しないように働きかけた、72、84、87、1833年11月8日。 ニュージャージー州、ハイズタウンのカムデンアンボイ鉄道の事故で危うく命を落とすところであった。元大統領、ジョン・クインシー・アダムズも同じ鉄道に乗っていた90-91-1834年、ハドソン側におけるニューヨークとオルバニの間の蒸気船独占反対に勝訴。人々の支持を得るため、当時の大統領で、 民主党のアンドリュー・ジャクソンの大衆向けの言葉を借りて、人々の路線と呼んだ、同年後期、独占企業は、競合をやめるように彼に多額の金額を支払ったため、彼は、ロングアイランド湾への航行に切り替えた99、9904、1830年代、産業革命により、ニューイングランドに多数の繊維工場ができた、アメリカの最初期の鉄道として、 ニューヨークへの蒸気船と接続するためボストンからロングアイランド湾まで建設された。1830年代後期、バンダービルトは湾内で蒸気船業を支配しており、鉄道への接続の管理も奪い始めていた。1840年代、ニューヨークプロビデンスボストン鉄道をストニントンより人気路線にしようと格索。競合路線の運賃値下げによりストニントンの株価は、 下がり、1847年、ストニントンを買収し、彼が所有した多くの鉄道会社の第一社目となった、119、146。この頃、バンダービルトは、他の多くのビジネスも稼働していた、マンハッタン及びスタテンアイランドの膨大な土地を購入し、1838年、スタテン島フェリーを買収。1830年代、アメリカ海軍の最高ランク。 大小王と呼ばれるようになる。大小は、その後蒸気船企業家を表す一般的な言葉となり、1840年代後期、バンダービルトは次第に孤独になっていった124-127-1861年に南北戦争が始まると、北軍海軍に自身の持つ最も大きな蒸気船、バンダービルト号の寄付を計画。 海軍長官のギデオンウェルズは、この戦争が短期間で終わると見込んで、創業やメンテナンスに莫大な金額がかかることを考慮しこれを断る。しかし船舶仲外人のいいねで、陸軍省に貸し出すことにした。海軍総交艦バージニア号は成功に作られて、いたが、バージニア州ハンプトンローズで北軍の封鎖艦隊と共に大損害を受け、陸軍長官のエドウィン・スタントンと大統領の エイブラハムリンカーンはバンダービルトに援助を要請。この時ようやく海軍にダムと厳選した人員と共にバンダービルト号を寄付することができた。バージニア号を侵略してくる連合国海軍のラファエル・セムス船長のアラバマ号を捕まえる巡洋艦に作り変えた。またバンダービルトはニューオーリンズへの遠征に備え大がかりな装備を施した。しかし、 プライベートの面では気に入って後継者にしようと思っていた末息子ジョージ・ワシントン・バンダービルトが陸軍主管学校を卒業したが戦争に出ることもなく病気で亡くなったことに落ち込んでいた341-364詳細はバンダービルト家を参照したテンアイランドのニュードロップにあるモラビア教会墓地の一族病に埋葬されている息子ウィリアムが 同じ場所に墓地を建て直した際、再度埋葬された。子供たちのうち3人、特に、コーネリアス・ジェレミア・バンダービルとは、父の意向も聞けずウィリアム・ヘンリーや、霊術者の勝手で病を建て直すことに難色を示した。法廷闘争は1年以上続き最終的に遺産の、兄弟への分与を増額し彼らの弁護士費用も、用立てたウィリアム・ヘンリーの完全勝訴となった。 現在生存する子孫の一人は、コーネリアスのライマン・アンダーソン・クーパーである。1882年、転換患者のコーネリアス・ジェレミア・バンダービルトは自殺。ジョージ・ワシントン・バンダービルトは、南北戦争中、子孫を残さず死亡。バンダービルト家の奥満長者のすべての人々は、長男ウィリアム・ヘンリーの家系である。フェブ・ジェーン・クロス・エセリンダ、アレン・エリザオス・グッド・ウィリアム・ヘンリー・バンダービルト・エミリー。 アルミラス・ソーン・ソフィア・ジョンソン・トーランス・マリア・ルイザ・クラーク、ニー・ベン・フランセス・ラビニア・バンダービルト・コーネリアス・ジェレミア、バンダービルト・ジョージ・ワシントン・バンダービルト・メアリー・アリシア、ラバウ・バーガー・キャサル・イン・ジュリエット・バーカー・ラファイエット・ジョージ、ワシントン・バンダービルト、コマドー・バンダービルト、エス・ライフ。 ニューヨークタイムズ、http コロンスラッシュスラッシュクエリードット nytimes.com スラッシュ MEM スラッシュ ARCHIV-FREE スラッシュ PDFR イコール 1&D3 イコール 9E0HE2D7133A63BBC4D53DFB766838C669 エフダ、ハット、a b c d e f g h ij スタイルズ、dj、ザ・ファースト・タイクーン、ザ・エピック・ライフ・オブ・コーネリアス・バーンダービルト、ニューヨーク、クノー・フ、isbn、九七八、ゼロ三、七五、四日、五四二五、ファン・ウィンクル、ルイス、グロス、イレ、ミデポー、ミシュガン、パッセンジャー、ステーション、ス、ベリー、ダレ、レール・ロード、ヒストリー、ストーリー、ジャクソン、S、エスエーボリューション、アズ、a ーエレール・センター、ミシガン。 S インターネットレールロードヒストリーミュージアム、アクセスと2012年4月16日、ありがとうございます。